じゃあそのままでいきましょう。ディレイ変えるの忘れないように。え、俺はディレイ常に1なんで大丈夫、いいよ。俺ディレイ1ってね、いじったことない。ちょっとぐらい遅くなっても俺は別に気にならないんで。ディレイは常に1でございます。居合の真髄というものを教えてやる。まあ、軽いじゃん、大丈夫だよ。回線良くなってるじゃん。どうしたの？やっぱ人数少ないとあれなのかな。1対1だと軽いのかな。ユンティ十先でございます。まあ十ゼロだけどね、今日もってか今日は十ゼロだけど。よし、あべ先に落ちちゃうか。
っちゃったよ。マジかよ。手間がいってるわね。おとなしくしてちょうだい。マジっすか。なんてこんなの。10-0にするつもりだった。アウト、お前危ねて1回転ミスって助かった。スライディング吸われてしまったよ。驚きの吸引力。マジか。やりよる。さっき見た。
飛ばして焼肉。うん。気づいたら体力をね、あぶね。しまった。待ってたよそれ。いつか来ると思ってたよ。来ると思ってたよ。よし、ちょっとほっこりした。ほっこりだよ、ほっこり。お手玉みたいじゃないんだよ。お手玉みたいな頭しやがって。弱って
苦労してくれないと取れないっす。生まれなかった方がいいこともある。秩序のためなら無理も通す。よしよし。 S さん、いや、あんたはここで消えるんだから。 S さん、何もなかったことになるよね。月を精進の二段なんとかする。そう、それそれ、月を精進二段構え。ただまあタイミング割と固定だからね、あんまり効果はない。ウルさん、やたからせやろうぜ。手がより強いよこいつ。回らないけど、回らないし知力つかないけど、驚きの吸引力の下げがある。このゲームで一番強い反転を持ってる技も、あれ今のジャンプキック。
変態の感実は紳士という単語が変態に登録されているので、紳士と打つと変態と言われてしまう。そう、変態の勘です。当たりです。そうです、変態の勘です。頼むかな。よいしょ。連打するとか、こいつほんま暗い判定でかいんですよ実は。そうなんですよ、実は暗い判定がもうヒナ前に出てるんですよこれ。あー死んだ。どうせ、あー無理無理。それいいね、何もできない。いやー、やっちまったぜ。遊びにしては手を抜いて。打点が高いんでね、引っかかるんですよ、俺。忙しいね。またね。アイス4の6。F46。タチ D で取れないかなと振ってたんですけどね、ゲットで、カジキ。あー、タッチ D いけます。でも、回転速い技の方が割といいんじゃないですか。AA とか、多分。ダジェット短いからな、って。そう。で、割と、ありです。あ、いけ。意外とね、そうしたら、
シピーバリア。マジっすか。ファイト。あ、そうです。
倉刺してスライディング通ったらでかい。我々はシビルサバンナ、すなわちこうさて、S8 の6、 S8-6、 よし、火力が高いからねこのキャラね。大丈夫大丈夫、いつものことだから。それでは行ってみましょう。そろそろ罰ゲーム決めた方がいいんじゃないですかね。これが2本取った後リーチになったら罰ゲーム決めていいかもしれない。それは白い玉のことかな。フリスクみたいな顔しやがってよ、まったくこいつ。そんなにフリスク欲しいかな、じいさん。
リーチだよ。後がないよ、お兄さん。後がないよ。さあ、罰ゲーム何しよっかな。フリスクケツに入れてもらおうかな。ケツに2010個フリスク入れてもらうにしようかな。やめて、ユンティのケツはもういっぱいよ。あ、回すようになったぞ。逃げる。うわ、お金、殺意に満ち溢れてるんだけど。殺意を感じる。ユーティさん、リーチだよ。ケツの準備は十分か。
つもこんな感じなんだよな。喋んないでいこう。あぶしましたよ。